今回もご視聴いただきありがとうございます。今回も前回からの続きで、横井正一さんのサバイバル極意書、カラサルが好きな下りをお届けします。なお背景の映像は6月に撮影したサルの旅の様子なので、横井正一さんのストーリーとは無関係です。あらかじめご了承ください。横井正一さんは、戦時中、グアム島でアメリカ兵から逃げ隠れ、 戦争が終わったことを知らずに1944年から28年間、サバイバル生活をされました。戦争当時の横井さんの行動については賛否両論があり、人によって評価が分かれるようですが、今回もその点はさておき、素晴らしいサバイバルノウハウとしてご紹介します。残念ながらこの本は現在は絶版で、再版の予定もないそうなので、横井さんが、 どうやってグアム島の山奥に隠れて、日々の食料を得ながら、生き延びることができたかについて、印象深いエピソードを抜粋してご紹介しています。私が横井正一です。グアムから帰ってきて、日本の空港に着いた時、恥ずかしながら帰ってきました。と挨拶したことで、一気に有名になりました。日本に戻ってきた後で、 リーパルという雑誌の編集者の方から依頼を受けて、グアム島での生活について、いろいろお話しした内容を一冊の本にまとめていただきました。その中で、今回は、私が、食べ物、について語った部分をご紹介します。生きるために食べる。極限状態の連続の中で、いかにして日々の食事を手に入れ料理をしていたのか。食料に困るというのは、 これは一番辛いことだ。今に比べたら、昔の食事なんていうのは、貧しいものだったよ。あたしの方向時代なんて、三度の食事は麦飯にたくあんだった。何せ一番のご馳走が煮干しぐらいだったもの。それも歯ごたえの柔らかい煮干しに当たった時が最高でね。そんな風で、育ち盛りだったあたしはいつも腹を空かしていたが、それでも、 毎日の食事に困ることはなかった。携帯に取られてからも、グアム島に行くまでは、戦争が激しくなるに従って、麦飯から香粘飯や豆飯に変わったが、腹いっぱいに食べることはできた。香粘とは、中国特産のもろこしの一種だ。ところが、昭和18年2月、満州では、現在の中国の東北部の領洋というところから記者に乗せられた。 どこに行くのかなんて教えてもらえないんだよ。突然命令が下って、汽車に乗せられた。軍隊っていうのは、いつもそうなんだ。私たち兵隊は、もしかしたら内地に帰れるかもしれない。なんて話し合っていたが、船に詰め込まれて、その時になって、兵隊に新品の夏服が支給された。2月といえば、日本は一番寒い時だ。夏服がいるわけがない。 それは、南方行き、ということを意味していた。こっちは、名古屋に帰ってまた洋服屋がやれるのかな、なんて思ってたから、行ったことも見たこともない。南方に送られると分かった時はがっかりしたよ。この先、どんなことが起こるのか、南方の選局が良くないということは、なんとなく兵隊の間の噂で知っていた。だから、暗い気持ちになった。でも、 わしはやめて帰る。なんて言えないし、またあの当時は、そう思うこともなかった。しょうがないと思っていた。そういう教育を受けていたからね。そんな風に船に詰め込まれて、日々に暑くなっていったが、それでもまだ、どこに行くのかは教えてもらえなかった。その船の中で、あたしは、これさえあれば必ず勝てる。という本を読んだ。 主に南方に行く兵隊のための教本みたいなものだった。南方でどうやったら生き抜いていかれるかということがいろいろ書かれてあった。バナナの芯が食べられるとかね。ところが、ヤシにしろパパイヤにしろ、まだ現物を見たことがないうちにそういう本を読んでもピンとこないんだよ。今ならちょっとした果物屋に行けば、こういう南方の果物が置いてあるけれど、昔はなかった。ましてや私は、 グアム島から帰ってくるまで、東京にさえ行ったことがなかったんだから、バナナだってよくは知らなかった。ところが、この教本にしても、実際に、南方の島に放り出されてみると、ほとんどそこに書かれてあった知識なんて何の役にも立たなかった。例えば、ネムの好みが食べられるというのがあった。一度、何かの表紙で本のことを思い出し、このネムの好みを食べたことがある。 いくら茹でても、これが苦くて、とてもじゃないが食べられたもんじゃない。ひどいもんなんだ。結局、雪当たりばったりで、実際に現物に当たってみて、野草や好みや、様々な生き物を食べては、生きていくための食料を覚え、手に入れていくしかなかった。グアム島に上陸した時は、夢を見ているのかと思った。空も海も真っ青で、 ヤシの木が生えていて、それまでマイナス30度なんていう満州にいて、いきなり南の島に連れてこられたんだもの。そりゃあね、びっくりするよ。綺麗なところだと思った。その時は、まだそのくらいの余裕があったんだ。それから30年近く、その島のジャングルで暮らすことになるなんて思ってもいなかったからね。ヤシの実というのは、話で聞いて知っていただけで、 現物を見るのは初めてだったから、ともかく早く食べてみたいと思った。グアム島に上陸したのは昭和19年3月。その年の7月に米軍が上陸してくるまでの間は、飛行場を作ったりの毎日で、戦闘はなかった。あの数ヶ月がなかったら横井はもっと苦労したと思う。あの数ヶ月の、つまり嵐の前の静けさみたいな時に、現地の人たちに、 ヤシの実の食べ方なんかをいろいろ教えてもらった。彼らに番頭を借りて、教わった通りに、ヤシの実の下の部分を斜めに切ると、中から硬いコプラカラが出てくる。それを割ってラッパの実にする。初めて飲んだヤシの実のジュースは、なんという柿の抜けたサイダーのような味だと思ったね。しかし、それからのグアム島暮らしにおいて、このヤシの実ぐらいお世話になったものはなかった。 果肉やジュースが食料になるのはもちろん、ヤシからや、中の繊維も、すべて私の生活を支えてくれた。詳しい料理のやり方は、後でお話しするが、このヤシの実のコプラの果汁を煮立てるとミルクのようになる。このコプラミルクは、私の料理のかけがえのない、だし、であり、調味料だった。またヤシは、ありがたいことに、いくらでも落ちているのを拾うことができた。 しかし、こうした好みは、たとえたくさん落ちていても、決して全部拾うということはしなかった。二十個落ちていれば、二個ぐらいずつ、いろいろなところから少しずつ取る。十個あるヤシを全部取ったら、もしそれが罠だったら、私がその近くにいることを敵に教えるようなものだ。実際にそういった資料を書いたために死んでいった兵隊がたくさんいた。だから私はいつでも、 いくら目の前にたくさん食べるものがあっても必ず全部は取らず少しずつ目立たないように取ることを心がけてそれが長い間に一つの習慣になったもちろんそんな時も足跡を消すのを忘れることはなかった自然に生えている草焼きは一通り食べてみたあの島には日本に生えている植物と似たものもあるが見たこともないようなものもある 私は植物の知識なんて、ほとんどなかったから、一体どれが食べられる草なのかわからなかった。それでも、野菜らしきものはほとんどなかったから、そのあたりに生えている草を食べた。野草というのは、噛んでみると、大抵青臭いような嫌な味がするが、一口噛んだだけでとても食えない草は、無理して食べなかった。毒のある草花はなんとなくわかる。 そういう気配がするんだよ。よく山菜を取りに行って、間違って毒草を食べて死ぬ人がいるが、私の場合は、今思えば異常なほどの用心深さで生きていたわけで、なんとなく勘で毒草は分かった。それでも失敗する危険性があるので、私は必ず虫や鹿が食べるのを見て、毒がないのを確かめて食べた。野草というものは、大抵食べられる。身が食べられるものなら、 葉も茎も花も大抵食べられる。パパイアの葉や新芽、それから茎も食べた。それからパンの木の花も食べた。花の中にちょうど麺のような白いものがあって、それを取り出して、負の代わりに食べたりもした。もちろん生で食べることはなかった。どんな野草でも、よく似て垢を取って食べた。うまくなんかないよ。栄養として食べるだけで、 食い物をうまいとかまずいで食べるようなことはあまりなかった。しょうがないよ。そうしなければ生きていけなかったんだから。しかし毒がないからといって、何でも食べられるというものではない。藤の新芽なんていうのも食べてみたが、これはいくら茹でても硬くてとても食べられなかったし、それからせんなりずきに似た植物も、これは苦くてとても食べられなかったよ。それからいくらよく鹿が食べるからといっても、 芝草だとか冷えの茎はいくらに手も硬くて、繊維が多くてダメだった。そこまでやらなくても食料はジャングルに行けば手に入った。一番よく食べたのは、パンの実とソテツの実、コプラ、そしてパパイアの木の芯だった。これらの果実焼きは、あの島では豊富にあったし、木に登らなくても、落ちているのをいくらでも拾えた。 パンの実は熟するとシュークリームのような味がした。あんなにうまいものはない。熟したパンの実を手で潰し、水と一緒にこねたものをろひでに詰めたものは、ドロドロ状の洋館みたいになった。だから甘いものには困らなかった。3月から8月の終わりまでは、パンの実が取れた。そして秋はソテツの実が熟した。でも、ネズミでも、よく見ているとソテツの実の外側しか食べない。 中の白い実には青酸カリが含まれている。これを、あたしは、水にさらして毒を抜く方法を発見し、乾燥して粉にしたものを団子にして常食にしていた。野菜は、山芋や川辺に生える水芋を食べたり、あとはパパイヤの木を食べた。木の皮をむき、中の薄皮を剥がすと白い芯は水気があり、まるで大根のようで、千切りにして出汁に使ったり、 おろし金でおろしてパンの実を乾燥させた粉を伸ばすのに使った。横井さん、ありがとうございました。今回も視聴者さんの中で感想やご質問などございましたら、ぜひともコメントで教えてください。また猿が編集した横井さんのストーリーに誤りがあったり、お気づきの点がございましたら、コメントで他の視聴者さんに共有いただけると幸いです。 これからも引き続き、横井正一さんのストーリーから、猿が印象深かった下りをピックアップしていきますので、ご興味あれば、チャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。この動画に興味を感じてみていただけるような方は大変レアなので、再生回数は非常に少ないと思いますが、横井正一さんの式自体が、サバイバルノウハウとして価値がある内容なので、 に可能なお、名古屋にある横井正一記念館は現在休館中のようですので、概要欄にリンクを掲載しますが、ホームページに記載された電話番号にかけると、現在使われておりません、とアナウンスが流れますのでご注意ください。それでは、次回もお楽しみに。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。